皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村天翔です。どうも。今日ですね、つい最近発売されたばかりですね、5月の19日ですかね、に発売されたキリンのリクですね。こちらはね、まだ開けてなくて飲んでないんですけど、ちょっと飲んでみようかなと思います。リクピュア&メローランドディスカバリー、正式名称ですね。ここにバーコードが書いてあるのがおしゃれですね。後ろの説明文を読むと、ウイスキー本来の美味しさを求めて世界の大陸を見渡し、良質な原酒を厳選しました。香り華やか&コク豊か、美味しさの詰まったウイスキーを自由なスタイルで、ウイスキーの新大陸へようこそ。富士山麓のね、50度のやつがなくなっちゃって、でそれの後継っていう感じで出てきたものですかね。こちらはグレーンがメインになっている、ブレンデッドウイスキーですね。原材料表記もグレーンが先で、モルトが後なんですけど、ね、原材料名グレーン、モルトってなってるんですけど、富士御殿場蒸留所のウイスキーですね。富士御殿場はやっぱりグレーンがすごく強い、ジャパニーズの中でもダントツで強い蒸留所なので、ぜひね、楽しみにしていきたいなと思います。これは多分バルクですよね。キリンってアメリカのフォアローゼスの蒸留所も持ってて、多分なんですけど、このフォアローゼスの原酒とかもこの中に入ってるんじゃないかなと思います。あとは多分スコッチ系のちょっとモルトとかも入ってるのかなとは思います。ここはキリンウイスキーのところのウイスキーの表記なんですけど、バーボン表記のウイスキーなんですよね。バーボン系の味わいなのかなと想像できますね。富士御殿場ってバーボンを蒸留するダブラーとかいう蒸留機とかを持ってて、日本で富士御殿場だけなんですけど、それこそフォアローゼスから技術者を招いてバーボンウイスキーの作り方とかそういうのを学んだりとかもしてるみたいなので、バーボンを蒸留するような機械でグレーンウイスキーとかを作ってるのが富士御殿場なので、そういうのもまた楽しめるのかなと思います。せっかくなのでもう飲んでいきましょう。なかなかね、こういうグレーンがメインのブレンデッドウイスキーって世界的に見てもほとんどないので楽しみですよね。でそれではいただきます。もうほんと香りはね、グレーンだなって感じの、ドライかつ滑らかで、クリーンな感じで、結構グレーンならではのバニラ感っていうのもあって、タルカンのウッディな感じとかもしっかり感じ取れますね。ほぼバーボンみたいな味ですねすごいですね。グレーンって結構バーボンと似てて、原材料とかはほとんど同じだったりするんですよね。トウモロコシがメインだったりするんですけど、バーボンの場合その、トウモロコシの比率が 51% 以上じゃないといけないとか、いろいろ法律があったりするんですけど、グレーンの方がもっと安価な材料を使ってると思うんですけど、今まで飲んできた、それこそボトラーとかで出てくるようなグレーンだったりとか、ディアジオのキャメロンブリッジとか、それこそあれですね、サントリーのチタとか、ノースブリティッシュだったりとか、そういうグレーンとはもう一線を画した、本当にもうザ・バーボンみたいな味わいですね。やっぱ穀物感がかなり強いですよね。ちょっとスパイシーで、トロッとしてる感じのコクもありますね。結構ね、柑橘系とかもすごいしっかり感じれますね。後からちょっとレーズンっぽいような甘みとかも感じられます。富士御殿場のグレーンって、ヘビーグレーンって言ってるんですけど、通常の、いわゆるサイレントスピリッツって言われるような、一般的なグレーンとは全然違くて、ラウドなんですよね。かなりもうやっぱりヘビーグレーンっていうだけあって、もう本当バーボンと同じような作り方をしたグレーンがやっぱメインだからこそ、ここまでしっかりバーボンっぽいような味わいになるのかなと思います。実際モルトの感じはあんまりよくわかんないですね。一般的なブレンデッドウイスキーみたいな感じの飲みやすさとは全然また違ってくるので、悪く言うと、通常のバーボンに比べて甘みだったり深み、コクとかは少ないんですかね。ただ逆によく言えば、通常のバーボンよりもかなり飲みやすい味わいになってます。フォアローゼスとかキリンのものなので、ついでにちょっと飲み比べてみます。どれぐらいの割合で、その富士御殿場で作ってるグレーンが入ってるのかっていうのは、ちょっとわからないんですけれども、少なからずバルク原酒は入っていると思うので、多分フォアローゼスだと思うんですけどね、同じキリンですし。やっぱり近しい部分は。香りとかはそんなに似てないんですけどね。フォアローゼスも結構濃厚なバーボンっていうよりは、わりかしライトなバーボンなので、結構バニラ系の甘みとか、穀物ならではのコクとかが
まあ、結構まあライトに表現されてるウイスキーですので、まあ、割かし結構近いですよね。で、このリック結構値段的には安くて、税抜き1250円でしたね。その値段でこれだけしっかりした味わいのグレーンが飲めるっていうのはなかなかコスパいいんじゃないかなと思います。結構ねうまいですよ。ちょっと違う飲み方でも飲んでみます。ちょっとねロックで飲んでみます。結構あのウイスキーもストレートならうまいのにロックにすると急にまずくなるウイスキーでも結構いっぱいあるんで、そこら辺どうなのかなと思いながらいただきます。あ、逆にこっちはあれですね、ロックにした方がうまいかもしれないですね。ロックにすることによってその香りとかが抑え込まれちゃってアルコール感が強くなるっていうパターンって結構あるんですよ、ウイスキーの場合って。なんですけど逆にこっちはアルコール度数 50% あるんですけど、ロックにした方がちょっとした雑味だったりとかがそういうのは結構なくなって、よりライトで甘みの強いウイスキーっていう感じを楽しめますね。結構ロックは正解ですね。これハイボールにしてみます。いや、ソーダね。ソーダは微妙かもしれないです、これ。どうしても、いわゆる、モルトとかって、個性がしっかりあって、それが炭酸をこう引き出してくれたりするんですけど、このグレーンの場合だと、ちょっと、ヘビーすぎて、あんまりソーダと合わないかもしれないですね。基本的にソーダ割りって、先質がライトなウイスキーの方が相性はいいので、まあ、そっちの方がよりね、スッキリ楽しめますし、より炭酸がスッキリした香りを引き立たせてくれるので、特にこういうヘビーなのはあんまりソーダとかでしない方が、多分水割りとかの方が美味しいと思います。ソーダはあんまりいいかもしれないですね。でも全然ロックで飲むんだったらこれすごくうまいと思います。まあ値段も安いですし、全然ストレートで飲んでも美味しいんですけど、よくできてるウイスキーだと思います。まあ、グレーンって大体一口飲めばもういいかなって思っちゃうのは結構多いんですけど、これは飲み飽きないですよ。例えば濃厚なバーボンとかもうまいんですけど、やっぱり濃厚すぎて家飲みだとちょっときつかったりとかする場合ってあるんですよね。でも家とかでこちらのリックとかすごくいいと思います。結構ライトで飲み飽きないので、まあしかもこうストレート飲んでも美味しいし、ロックで飲んでも美味しいし、まあ多分水割りで飲んでも美味しいですし、まあ、いろんな飲み方を試せるので結構いいのかなと思います。ここ最近飲んだグレーンっていうくくりの中でもかなりこいつはすごい上出来なのかなと思います。まあもちろんね、あの30年オーバーとかのグレーンとかの方がうまいっちゃうまいんですけど、ただまあ1200円とかでこれだけのクオリティのものが出してくるのってすごいいいのかなと思います。前のね、もう終盤になっちゃったあの236の方がまあもちろん僕は好きですけどね、まあそれの復活を待ちながらこいつを飲んでいくのもいいのかなと思います。リクすごい美味しかったです。あのぜひスーパーとかで、まあ、見かけたらあの買ってみてください。バーボンとかが苦手な方はちょっと苦手かもしれないです。バーボン系が嫌いな方とか、スコッチが好きで、でブレンデッドが好きでっていう方も知ってるグレーンとはまたちょっと味が変わってくるので、本当かなりバーボンに寄せたスタイルのグレーンなので、バーボンが好きでちょっと日本のも試してみたいなって方はぜひリク買ってみてはいかがでしょうか。今日の動画は以上になります。この動画参考になったよとか、あの面白かったよとか方いましたらぜひね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄とかもね、実はちゃんと書いてたりとかするんで、読んでもらえたら幸いでございます。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。